はい、ということで、今日はですね、8月の14日水曜日午後2時半です。びっくりするニュースが飛び込んでまいりました。あ、岸田総裁が次の総裁選には不出馬、出ないということを宣言されました。今日の昼の、記者会見ですね、全局がやっておりました。生中継やっておりましたが、私も記者会見見させていただきましたけども、やっぱちょっと悔しさが滲んでいた、あるいはちょっと、時々ちょっと涙目になっておられた感じでしたね。で、ご本人は、この時期に不出馬を決めた理由としては、ルール、おっしゃってましたけども、やはり政治とかね、裏金問題ですね。あの問題が、発覚したあたりから、どこか覚悟を持っていた、みたいなことをおっしゃってました。ただ、政治資金規正法の改革も実現をしたということをおっしゃってましたけども、はたはた、あの政治資金規正法の改正案が、まあ、ドタバタありましたけども、一応衆参通りましたが、私あれが、実際に裏金事件で、信頼を失墜した、ことへの回復になるのか、どうなのか。裏金の実態解明とか、責任追及は中途半端でしたよね。堀井議員の私的流用等々も上がってきましたし、本当は裏金を何に使ってたのか。その、調査とか、分析とか実態解明は、ちょっと中途半端だったんじゃないかなと。で、政治とかね、裏金問題が発覚したときに、覚悟を決めていたんであれば、もうちょっと政治と金の、まあ、改革って言いますか、そういったものをドラスティックな改革というのを、先陣切って、先頭に立って進めることもできたんじゃないかなとは思うんですけどね。政治と金の改革においても、パーティー券の公開基準の引き下げですね。あれは公明党の案を、まあ、丸呑みしたり、あるいは派閥の解消なんかも、独断専行で決めた部分もあった。党内の意見を集約しながらも、自分でリーダーシップを取ってお決めになったっていう部分もあった。だ今回の、総裁選出ないということも、おそらく周りの意見は聞いたんでしょう。周囲の意見は聞いたんでしょうが、最後は自分でお決めになったのではないかなと思いますね。まあ、ただ、総理総裁の、まあ、総理としてのですね、何ですかね、一番やりたいことは解散総選挙、自分で衆議院を解散するということらしいんですが、これが前の菅総理もできなかった。で、今回の岸田総理もできなかった。これ解散総選挙できなかったっていうのは非常に悔しい部分じゃないかなと私は推察します。まあそれでも、とどのつまりは、やはり支持率が低迷していた。なかなか回復しなかった。ですね。ことが今回の身を引くことにつながったんじゃないかなと思います。総理総裁ですね。一政治家の出処進退をご自分で決断された。これは重い決断だったと思います。その決断には、心からですね、敬意を表したいと思っております。では、じゃあ、この3年間、岸田総理のこの3年間の国政としてはどうだったのかということを、まあ、総括しなきゃいけないと思うんですね。まあ、政策的には、まあ、いろいろありました。今回、やっと実質賃金が、プラスに転じましたね。20数ヶ月ぶりにということで、まあ、デフレ脱却の、まあ、傾向であると。デフレ脱却は視野に入ってきた、みたいなことをおっしゃってましたけども、まあ、今回ですね、たまたま、定額減税だとか、春の賃上げだとか、ボーナスだとか、そういった影響が、一時的に影響して実質賃金が上がったっていう、面もありますから、これが持続的に継続していくのかっていうのは重要ですね。まあ、景気経済というのは非常に国民の皆さんが最も注目している政策なので、
まあこれを今後どうしていくのか、デフレ脱却、賃上げですね、 GX ですね、あるいはこの3年間統一教会の問題がありました。でもちろん政治と金、これが一番大きかったんじゃないかなと思いますね。春の衆議院の補選、自民党が惨敗したっていうことは、やはりこの政治と金の影響があったんじゃないかなと思う。これが一番やっぱり政治不信につながる大きな出来事だったんじゃないかなと思います。他にも少子高齢化、少子化対策、異次元の少子化対策だとか、安全保障の問題だとか、あるいは定額減税だとか、エネルギー政策の転換とかですね、様々なこの3年間の取り組みだったんではないかなと思います。自民党内といえば、菅さんと麻生さんのこのキングメーカーの対立というのもあったんでしょうが、おそらくそういう方たちの意見を聞きながらご自分でお決めになったんじゃないですかね。やっぱり党内では、私もの友人知人に聞きましたけども、岸田さんでは次の総選挙は戦えないという意見がやっぱ多かったです。若手を中心にしてですね、ですからまあ表紙を変えましょうという、自民党の顔を変えましょうというような今回の判断だったのかもしれません。まあ組織のトップとしての責任とおっしゃってました。そしてまた身を引く、けじめをつけるということもおっしゃってました。で、自民党は変わったというのを国民の皆さんにお示しするということをおっしゃってました。自民党は変わったということをお示しする第一歩は、私が総裁選に立候補しないことだともおっしゃってました。もうさぞかし悔しかったんじゃないかなとは思います。さあこれから総裁選に、9月の総裁選に向かうわけですが、やっぱこのタイミングでオリンピックが終わったっていうのと、お盆中に表明することで、今後の総裁選に支障をきたさないようにということだったんじゃないかなと思います。今後9月に向けて総裁選、ですね、まあ党内で様々な候補者が出てきて、活発になるんじゃないかですね。まあ今国民的な世論調査でいくと、石破さん、小泉さんあたりがワンツーなんですかね。あと河野さん、茂木さんだとか、若手では小泉さんだとか、小林鷹之氏ですね、あるいは女性では上川さんとか高市さんとか、そういった方たちが候補になるんじゃないかなと目されております。まあ自民党は変わったということを国民にお示しするためには、やっぱりですね、驚くような総裁っていうのは一つの方法かもしれませんが、やっぱり自民党内部の体質自体が変わらなきゃいけない、まあ、政治と金とかそういったものですね、あるいは利権政治とかそういったものですね。ただ今支持率が、政党支持率が25から30%ぐらいあるので、僕は思うんですけども、今解散総選挙を今したとしても、自公政権が揺らぐことはないと思います。議席は減るかもしれませんが、自公で過半数を割るということはないと思ってます。ですがやはり自民党のが変わった、放送紙を変えるっていう言い方はちょっと不適切かもしれませんが、自民党の顔を変えるっていうのは一つのイメージ戦略としてはまあありなんだろうなと思います。でも国民はきちっと見てますからね。それで総裁が変わる、で総裁がガラッと本当ドラスティックに変わって、そして支持率が一瞬ご祝儀相場で上がる、そのタイミングをもって解散総選挙ということになるんじゃないかなと思います。今回371国会議員、自民党さんですね、で地方も371票があります。でちょっとルールが変わって、地方票というのが重要視、以前よりは重要視されるようになったので、私は今回地方の票を取った候補者がやはり有利になるんじゃないかなと思います。今は派閥の論理、派閥の締め付けも以前ほどはきつくありませんし、まあ麻生派の55名というのは派閥として存在しますけども、やはり地方で票を取れる総裁の顔、そしてまた2012年の石破さん、安倍さんのように、石破さんが圧倒的に地方票を取ったけども、国会議員票で安倍さんが逆転したみたいなことは今回は起きないんじゃないかなと思います。地方票を取った候補者がそのまま国会議員の
票も取るんじゃないかな、あるいはまあ決選投票になると思いますので、決選投票で国会議員票が重要視されるんですが、決選投票になると、まあ、それでも私は地方票を多く取った候補者が有利になるんじゃないかな、またそういう選挙制度、総裁選の選挙制度でないといけないなと思ってます。まあ、いずれにしろ11月にはアメリカの大統領選挙があります。私は、バイデン氏とトランプ氏であれば、トランプ氏が有利とずっと言ってきました。しかし、カマラ・ハリスさんになった時に、これわからないと。下手するとカマラ・ハリスになるかもしれない。で、そうなると、そのアメリカに対峙できる、向き合える日本の首相は誰かということですね。考えとかなきゃいけない。もちろんトランプさんになった時に対しても対応が必要になってくると、重要になってくると思います。宏池会は、やっと総理総裁を今回出したので、もう一人宏池会から出したいという願望もあるんじゃないかなと思います。そうすると林さんとか上川さんになるんですけども、さあどうなることやら。岸田総理は、次の総裁に選ばれる方を中心に、自民党内で、主流派、反主流派をやめて、真のドリームチームを作ってほしいということをおっしゃってました。自民党内のドリームチーム。どうなんですかね。ということで、自分は一兵卒になって、また、やるべき課題に取り組んでいくということをおっしゃってましたけども、さあ、どうなることやらですね。先ほど、ちなみに石破さんにはメールしました。石破さんから帰ってきてましたが、今台湾で、明日帰ります、みたいなこと、入ってましたね。まあ今後ですね、本当に経済ですね、我々の暮らしの問題ですね、雇用の問題、社会保障の問題、安全保障の問題ですね、物価高の問題だとか災害対策だとか、本当に、課題は尽きません。そういったものにですね、先進的に、あるいは改革的に、そしてまた熱心にですね、取り組んでいただく、まあ総裁ですね、総裁、まあ総裁イコール総理だろうな、を私は望んで、います。国民の多くの方たちもそうじゃないかなと思っております。今後どうなりますかとやら、注視していきたいと思います。それでは今日はこの辺で、このチャンネルは、うなぎの万楽株式会社マルショー建設ソーシャルビジネスコミュニティワクセル未来目線暮らし創造株式会社トライスターインプルーフヨーマイン株式会社吉川以上各社の提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。